はい、続いてご紹介するのはアンディというシリーズになっております。じゃあ今回から新登場している、そうですね、ネズミのアンディになります。キャラクター可愛らしいシリーズになっております。はい、商品ラインナップも非常に充実しておりまして、はい、メッシュ素材のものからキーチャーム、それから、手鏡といろいろなバッグも揃っています。はい、まずご紹介するのがこちらですね、メッシュのフラットポーチですかね、はい、なっております。可愛らしい、はい、中身が見えるのでね、非常にシンプルながら使い勝手で、メッシュにこちらに合皮でプリントしたアンディをアップリケにしております。でポイントとしてはこちらのオリネームの方をチーズ柄にして、タイムはこのように入っているような感じになっております。はい、でまあ、絵柄が2種類ありますよ、はい、というところがポイントですね。でそして手鏡ですね、はい、でいつもの縦大鏡と通常サイズの手鏡、はい、でこちらも背面が別の柄になっていて、リバーシブルで使えるタイプになっています。可愛らしい。そしてキーチャームですね、はい、こちら3種類ですかね、はい、でこちらの方に鍵をつけていただいて、まあ、このポケットだったり挟んで使用できるタイプのものになります。キークリップですね。でそしてこちらがスクエアのマチ付きのポーチ、はい、こちら薄いんですけど自立するので、うんうん、とても使いやすいかなと思います。こちらも裏面は非常にシンプルになってます、はい、でこっち側に移動するとこちらですかね、はい、フラットポーチのミニタイプになっております。はい、先ほどのものに比べてやはり小さいんですが、はい、コンパクトで持ち運びがしやすいサイズ感になっております。そして後ろに行きますとこちらの方がバッグですね、はい、こちらはバックインバッグとしても使えるようなサイズ感になっています。ランチボックス入れるのにもちょうどいい感じですね、はい、中に大きめな仕切りのオープンポケットが入っているのが特徴です。はい、表面も3つ分かれているので非常に仕切りやすい形なので、はい、おすすめです。裏面がこのようにシンプルな形状になっているので非常に大人でも持ちやすいデザインになっております。そして最後がワンサイズ、はい、大きめのマチ付きのバッグになっております、はい、普段使いだったりとかちょっとしたお出かけにちょうどいいサイズ感になっております。で両サイドポケットがついているタイプになります。でこちらもオリネームの方がこのようにチーズ柄で可愛らしいですね、ついているタイプです。中にはオープンポケットが1つついております。でマチント・ペイジさんのアンディは割とユニセックスで男性の方も持っていただけるような、はい、シンプルなデザインなのでぜひご検討いただければと思います。まあ、ちょっとしたギフトなどにもおすすめというふうになっています。はい、コーナー転換も非常にしやすいので、うん、まあ、この機会にぜひご検討いただけると嬉しいなと思います。